さあやってまいりましょう。つぶつぶ手持ちのものすべて紹介してもらえて終われません。続きましては警察官ジュディズートピアということでね、こんな可愛い警察官だったら一度くらい捕まってみたいなーっていう気はさらさらないんだけど、まあ早速やっていきましょう。ニューで手に入れたツムなので、レベルはなんかね、あの別のツムでやった時に出てきちゃったりしてるんで、なんか3までさりげなく上がってるんですけど、初めて使うんで一体どんなツムなのか全くわからないので楽しみです。誰、ちょっとよくわからないキャラと2人が、あ、なんだったっけ、ウォズニアックじゃなくて、ウォズニアックはスティーブだから違う、それはジョブズさんの相方。あ、誰だっけ、なんかいたよね、いた。まあとりあえず我々は警察だ、お縄を頂戴しろってなんか突きつけて逮捕して、あ、でもなんかかっこいいね、そのスキルレベルがそんなに高いわけじゃないからあれだけど、結構なんて言うんだろう、警察官バッジの形で消すっていうのは結構かっこいいですね。まあなんかいろんなこう工夫っていうのが考えられるんで、やっぱりこういうのを作る人たちっていうのは、なんだろうね、デザイン力とか発想力とかがあって素晴らしいっすよね。まあ、こういうクリエイティブな人たちのおかげで僕らは日々楽しんでゲームをやることができるんですよ。感謝しなくちゃいけないっすよ。これ何の動画なんだろう。で、まあ、これを皮切りに、多分これが今180ハート目になるんですかね。で、まだね、10個くらい、積む、ニューになって、新しく手に入れた積むまでね、それつらのね、紹介も変わってない。あれっていうか、なんかこれ、結構溜まってる、それともたまたま積むがたくさん出現してるだけなのかな、めっちゃスキル使えてる気がするんですよね。なんかもう7、8回くらいスキル使ってるんじゃないか。ほい。あらすいちゃいけない。ということでね、ジュディは、警察のもので手を挙げてください、という粒でございました。ということでまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。